それはいかんやろうのコーナー。さあ今日はジャイアント君がいないので、はい、あまり面白いコーナーにならないかもしれませんが、うん、はい、なんか来てるんでしょうか。あのねでも今日はね2通、はい、メールいただいてます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあまあ一つ目、はい、あ、ラジオネーム、大海道ラジオネーム、サダユー君。サダユー君、ね、はい、ありがとうございます、はい、ございます。はい、ではとあるコンビニでの話です、うん、コンビニ話です、はい、はい、飲み物を買う際に、うん、店員さんにストローはお付けしますかと聞かれたので、うん、はい、お願いしますと言いました、はい、はい、そして店を出ていざ飲むぞという時に、うん、袋の中を見ると、うん、入ってないんです。入ってないストローが、ああストローがね、うん、いやいやそんなバカなと思って、うん、心の中でそれはいかんやろと叫んでしまいました。いかん、ね、いかん。こうやっていつも叫んだ後に、はっ、大海道ラジオに送れるやん、うん、と思っています。ああそうです、覚えておいて送ってください。 ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本当ね、いかんよね、うん、こうね、コンビニね、いかんやろっていう思う、うん、私もコンビニで実はこれを受けての、うん、受けての、受けてのジャイアント君のようにのようにいないから私がねはい、はい、あの受けてのね、はい、こうやってレジでのことなんですけど、うんうん、私もあったかいのと、うん、あのフライドチキンみたいなの買って、はいはい、でアイスも買って、アイスも買って、かけた、はい、うん、そしたらあの店員さんが、うん、一緒にお入れしときましょうかってもうなんかおかしくないですか。おかしいね普通あの別々にしましょうかっていうね、うん、それは、うん、いかんやろ、いかんよね、一緒にお入れしときましょうかって言うんだそうね、そっからおかしいよね、うん、何も考えてないでしょ、うん、ね、いや何も考えてない人多いのよ。僕もねそれを受けての受けてのそのアイスとか買うでしょ、うん、ね、できるだけやっぱりねこっちとしては溶けないように溶けないように早くうちに持って帰りたいわけですよ、うん、でそれをあのたくさん買い物とかあったらねアイスとか一番最後にね、そうそうそう、してそれまで冷凍庫の中でねカチンカチンに冷やしといて最後に最後にパッと入れてねでお願いしますというのに、うん、店員さんガチャッと持ってピッとかってそれで溶けるやろみたいなそんなに握るなってこと、うん、もうちょっとこっちのお客さんの気持ちになってね、そっとね、やってもらってそっとこっちの袋の端持ってピッてやってほしいのにさガーッと持ってねやるんですよ。そこが溶けるでしょうっていう、うん、そういかんやろ、いかんやろ、うん、いかんやろ、いかんやろ、気をつけてください、はい、はい、もう一つ行きましょうか、はい、もう一つ行きましょうかね、はい、はい、あ、いつもありがとうございます、うん、ホットケーキ姫ちゃんからいただいてます、ね、ありがとうございます、はい、以前高速バスいかんやろを投稿しましたが、うん、あったね、こう斜めにみんなが倒れたらいいっていうやつだ、はい、また一つ高速バスいかんやろがありましたので聞いてください、うん、はい、月一のペースで東京行きの夜行バスに乗っているのですが、うん、今回は車内アナウンスがよろしくありませんでした。毎回添乗員さんが車内設備やサービスエリアの休憩所などについてアナウンスで説明してくれるのですが、今回のアナウンスはとにかく声が小さい、音量も低い、さらにボソボソと滑舌も悪く、何を喋っているのか全く聞き取れません、うん、早朝5時前後にサービスエリアに到着しましたので、うん、10分間休憩します、うん、とアナウンスで起こしてくれるんですが、はい、はい、その声の小ささでアナウンスに、あ、その声の小ささだったのでね、うんうん、アナウンスに気づかず、あ、気がつかなかったのね、はい、うん、起きることができませんでしたあらら、あそうか、サービスエリアでの休憩を逃してしまいました。あ、逃しちゃったんだ、うん、あ、それはいかんね、12時間もバスに乗るためサービスエリアでの休憩は私にとってはかなり大事です。いや、重要ですよそれは、うんうん、本当だよね、うん、ものすごく気分が悪かったです、うん、いかんやろうだと思いませんか。いかんね、うん、ちなみに、うん、後日あまりにも気分が悪かったので、うん、バス会社のホームページのご意見ご要望のところから、うん、クレームのメールを送りましたと。クレーマーか違うよやっぱりね、これご意見ご感想だよね。ご意見ご感想ね、はいはい、クレームまで言ってないよ、ね、だってこれいかんやろだもん。いかんもんね、うん、そういうのは言わないといけない ね、うん、あ、でもちゃんと翌日ね、添乗員に、うん、周知し、うん、教育いたします、うん、と返事が来ましたと。あ、うん、そうよね、今後の改善に期待ですっていうね、うん、メールをいただきました。ちゃんとね期待してると、うん、
心優しいね、メッセージもちゃんとしてるわけですね。うん、はい、ね、これねちょっと本当ショッキング。そうね、声がちっちゃいとね、何のためのアナウンスかわからないっていうのがあるよね。うん、寝てる人もいるかもしれないからみたいな。起こさないんだったら別に何にも言わなければいいね。うんうん、ね、あったのかもしれないですけどね。うんうん、そのね声がちっちゃいっていうのをね、うん、ちょっと受けての、あ、受けての受けてのってあるんですけどね、昔ね、なんていうかな、路上でねよくなんかティッシュとか配ってる人いるじゃないですか、うん、で、その人はティッシュ配ってるっていうよりはこうこんなちっちゃいこれぐらいのメガホンで、その人はねコンタクトレンズの、なんか販売のためのね、うん、そうそういらっしゃいませで、まあそのご利用くださいみたいな感じでメガホンでねこうやってやってたわけですよ、ね、うん、そこの前をこう東京だったんですよね、道行く人もたくさんいるわけですよ、うん、でこうやってなんとかなんとかってね、なんとかレンズのなんとかなんとかって言ってるわけで、僕はたまたまこう歩いて行ったらその人がこうメガホン持ってこうやって歩いてるのが見えてね、でそこの前をこう通り過ぎたので、通り過ぎたんだけど何言ってんのかなと思いながら通り過ぎたのよ、うん、だけども何言ってるか分かんなかったからすっごい気になってね、うんうん、もう一回 U ターンしてU ターンしてそのメガホンの前のところ行って通ったら、うん、やっぱり何言ってるか分からないと、うん、これはもうねどうしても何言ってるか知りたいとあんまり思わないよね、うん、でもなんかでも知りたいなと思って、イライラしそう、もうそのメガホンので喋ってる人の目の前に行ってこう話聞いてたの、うん、じゃあ何とか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 何言ってるか、目の前にいるのに何言ってるか分かんないのよ、どうすんのこれどうすんのそれはもうこれね、僕そこの会社の人だったらね怒るよ、本当に怒る怒る、うん、うん、それはもうサービス業としていかんやろ、いかんでしょ、まあなんかね本当にね、まあボソボソと嫌なんだろうね、やるのが嫌だからだと思うんだけども、ちゃんとした日本語喋ってるような感じはするんだけど、目の前にいて何言ってるか分かんないから困っちゃうんですよ、そこね、うん、思い切ってほしいね、うん、ぜひそうぜひね、そのバイトやるんだったらね、うん、吹っ切ってほしいよねね、持ってるってね、なんかそう109とかのバーゲンの時のお姉ちゃんぐらいやってくれると気持ちいいよね、そうよねタイムセールとかね、タイムセールとかね、うんうん、何時から何時まで、もうだってそういうのって何メーターも離れたところから、うん、もう確実に聞こえるじゃん、すごい、うん、ね、うん、見習ってほしいです、ね、見習ってほしい、目の前にいて聞こえないんだから、うんうん、イライラしちゃう、イライラしちゃうね、うん、ということでね、はい、なんかないですか、うん、あ、そうだ、もう一個言っていいですか、うん、あのね、ついさっきなんだけど、うん、ね、ここの収録が始まる前、うん、お弁当買ったんですよ、うん、お弁当とお茶買ってね、うん、でお弁当温めますかって言うから温めてくださいって、まあ、温めてもらってる時に、うん、はい、お袋をねお分けしましょうかって言ったんだけど、うん、なんかお茶だけなんか袋入れてもらうのなんかもったいないじゃん、うん、だからいいですよ、お茶の方は袋入れなくてって言って、うん、でチーンって出来上がってきたら同じ袋に入れようとするからちょっと待ってっつってね、うん、言ったんですけど、うんうん、いかんでしょ、あ、え、なんでなんで、え、あ、別に別にしたかった、僕は別にしたかったんだけど、うん、同じ袋に入れたらいかんでしょっていうね、片っぽは冷たいお茶、お茶なわけですよ、うん、それをじゃあお茶をそのまま渡してくれればよ、そう、お茶をそのまま渡してくださいって言ったのよ、うんうん、あ、言ってんのね、言ったの、言ったんだけど、うん、言えようとしちゃったのに忘れて、れ僕が言ったの、忘れてるんだ、それはいかんよ、ね、うん、だからね、うん、まあまあこうやっぱみんな考えてないんだ、惰性で仕事してんだよね、そうだよね、絶対そうだよね、惰性で仕事してるから、うん、私のみたいに何言ってんのか分からないとかね、うん、あとバスの運転手さんも何言ってるか分からないようなことになっちゃったりとかするわけですよ、うんうん、ね、目的意識を持ってですね、しっかりと、ね、しっかりと仕事をしましょう、うん、ね、そうすることによってそういった失敗もなくなると、うん、防げるよね、言わずにもこう気がついてこうちゃんとしてくれてる人もいる、うん、そう中にはいるんだから、うん、まあね、ことさらね、特にコンビニとかではねまあ、アルバイトの人たちが多いのでね、うん、惰性で仕事してる人が多いから多分ね、みんなね、それはいかんやろうと思っていることがたくさんあると思うんだけど、
忘れるぐらいあるからね。コンビニのあれにもあのつけてくれればいいのにね、ご意見箱。そうだね、うん、あのファミレスみたいね。そうだね、さっきのねあれみたいね、うんうんうん、そしたら、ね、従業員に周知し協力いたしますと、いたしますと、いう返事が来るんじゃないかな。サービスの向上にねつながって、そしたら売り上げが上がるかもしれないね。その通りですよ。あそこの店員さんはとてもよく気が付いた感じがいい。それあるよね、うん、2軒あったらそっち行きたいもんね、うん、そうそうそう、うん、ね、従業員の皆さんしっかり仕事をしましょう。それはいかんやろうのコーナーでした。